日本松上鎮祭り日本松上鎮祭りは福島県日本松市にある日本松神社の霊体祭。日本三王上鎮祭りの一つに数えられており、その祭礼林は福島県重要無形民族文化財に指定されている。また2011年に祭り自体も福島県重要無形民族文化財に指定された。毎年10月の第一度日。 月に開催される。伝統304年7代の太鼓台、亀貝町、武田町、松岡町、根崎町、若宮町、各内に、それぞれ300個余りの町賃をつけて、町内を引き回す。同じ日本松藩内の同様な祭礼として、元宮市の安だたら良神社祭礼の太鼓台、郡山市の浅香国造神社祭礼、日本松塩浜の塩松神社祭礼、 大玉村の玉野井神社の若境、町若村寺などがある。1643年に、織田信長の重臣、庭長秀公の孫、庭三重公が、日本松城城主として、日本松藩に入府。良い政治を行うためには、領民にまず軽臣の意を高揚させることと考え、1664年、日本松藩総鎮守として、日本松神社を祭り、 領民なら誰でも自由に参拝できるようにし、本町、亀貝の若村寺が御腰を解御したのが、玄禄時代は、踊り、中心の祭りであったが、歌舞伎人形を飾る、太古代が、登場。1791年の藩の、月番とめ書には、本町、吉常千房に桜人形4つ、亀貝町、伊達慶子爪切り豆腐屋の段人形3つ、武田町、那須与一人形2つ、 馬一匹、松岡町、記録なし、根崎町、李山肥沃塚人形三通、若宮町、種ヶ島義神の鏡人形二通、橋がかりりの記録が残されている。その後、活性文化の影響を受け、1819年には、現在の太古代の先代にあたる東派府、もこし付きの太古代が登場、幕末に至る。この時登場した太古代は、藩の文書にはじめ、 屋台と記されていたが、時を経るにつれ、太古台と呼ばれるようになった。半世時代には、明け6にお手て先に集合することとの命も出されており、8月15日の中秋の月夜であっても足元を照らすためにちょが使われたと考えられる。現在祭礼に使用されている太古台は、明治20年代から大正までにかけて新造されたもので、以前のものは、 周辺地区へ売却。元亀貝町の太古代は、盆踊り屋台に改造されたものの、日本松市が所蔵。元赤宮太古代は、林村の大玉村が所蔵。いずれも、非公開。また、閣内は、文字通り武家の宅地であったが、母親後解放され宅地化が進み、昭和33年から出しでの参加を経て、昭和37年に太古代を作成、現在に至る。 江戸時代は8月14.1516日が祭礼日で藩主が日本松財布の年に開催され明治期は旧暦に見合う新暦日が祭礼日2018年平成30年までの10月4.56日となったのは日本松大化のあった1918年からまた祭礼が毎年開催されるようになったのは明治になってからのことである くしくも100回を10月4.56日で開催。2019年より10月第1の土、日、月に変更された。提灯は7兆7台の太鼓台に約300個ずつの紅れないがかけられている。各町名の書かれた提灯に日本松神社で採火された五神火を出発地へ運び、火が灯される。各町内共通の砂切れという林と、 拡張内ごとに特色のある情緒的な林がある。楽譜はなく、クレーンで何代も伝えられてきた。小太鼓ん大太鼓一金一笛、鼓一の構成で演奏される。最近になり、音楽情報の録音が手軽にできるようになったことで練習もしやすくなりつつ、あるが、それはあくまでも個人練習に用いられ、基本的には、 林練習を定期的に行って伝承しているという点では変わりはない。また、音楽大学出身者や高等学校の音楽科教員が若村寺の一員が若村寺として活動しているもあり、作曲法や寄付法を交えた譜面化を図っている若村寺も出始めてきている。これは単にメロディーとリズムに限らず、愛の手や型を視覚化することで、 より具現性のある表現の補助的役割を担えるものとして今後の発展が期待される。いずれにしても若村寺という特殊な環境の中で、そ、ヤワタグは本町弱連会とありがとうございます。